上、レオニードでした。みんな、ここまで聞いてくれてありがとう。ありがとう。リンマ、お疲れ様。気持ちのこもった、いい演奏だったわ。ありがとうございます、ルカさん。わー、通し練習、いい感じだったね。みんな、バッチリ決まってたよ。うん。最後までバテずに、しっかりやりきれたと思う。前はあったミスも、ほとんどなくなってたしね。でも、まだ改善点はあるし、本番に向けてもっとクオリティ上げていかないと。もちろん。もうすぐライブ当日だし、ラストスパートかけないとね。じゃあまずはさっきミスしたところの洗い出しから始めたいけど、みんな通し練習で疲れてるはずだし、少し休憩しながら話し合わない？そうだね。ここで無理しすぎて本番に響いても意味ないし、そうしようか。じゃあその話し合い、私も参加しようかな。練習で気づいたことがいくつかあるし、私も見ていて感じたことを伝えるのね。ミク、ルカ、ありがとう。私もライブを成功させたいっていうみんなの思いを支えたいもの。私たちの思いを最初に二人が教えてくれたよね。今回のライブステージはいつも世界で応援してくれるみんなの思いでできたものだって。私その話を聞いて思ったんだ。今回のライブはその感謝も込めた今のレオニードを全部届けられるようなライブにしたいって。そうそう。それに今回はみんなの声援がいつもよりいっぱい聞こえるんだよね。楽しみだな。来てくれるみんなと盛り上がりながら、私たち自身も楽しめるような時間にしたいね。うん、そのためにできることは全部やっていこう。いいね。きっとみんなもその瞬間を心待ちにしてるはずだよ。みんなもそうだといいな。私たちの音を来てくれたみんなの心に響かせられるように、ライブまでもう一息頑張ろう。うん。